フランシス水車。フランシス水車は、イギリス生まれのアメリカ人技術者、ジェームズ・ B ・フランシスによって開発された水車の一種で、ある。内側に向かって流れる水を作用させる、反動水車で、放射状、軸上それぞれの特徴を兼ね備えている。フランシス水車は、今日では、最も広く用いられている水車である。有効落差にして、 数十メートルから数百メートルの範囲で適用され、主として水力発電所において電力の発生に利用される。フランシス水車の構造グランドクーリーダムに設置されたフランシス水車歴史上、多くの種類の水車が製粉所や工場などで用いられてきたが、そのほとんどは効率面で問題を抱えていた。19世紀には水車の改良が進み、やがて原動機として、 蒸気機関と肩を並べるまでになった。1826年、フランスの技術者、ブノワ・フルネイロンは、水車の内側から外側に向かって、水を流す水車を開発し、80%という高い効率を達成。ランナーの接線方向より流入した水が、ランナーを回転させる要因となる。同じく1820年代に、フランスの技術者、ジャン・ビクトル・ポンスレが、 フルネイロンの水車と同様の概念で水車の外側から内側に向かって水を流す水車を設計。アメリカ合衆国ではサミュエル・ハウドがこれに似た水車で1838年に特許を取得した。1848年、フランシスはこれらの水車を改良し、効率90%を実現した。彼が適用した科学的な理論や検証試験の方法は、 史上最も効率の高い水車の設計開発に結びついた。さらに注目すべきことは、彼の数学理論と資格化された計算手法は、当時最先端の水車設計工学をさらに進化させるものとなったことである。彼の分析的な研究手法は、水車を設置する箇所ごとに流況を正確に把握し、最適な水車設計を行うことを可能にした。反動水車の一種である、 フランシス水車は流水の圧力エネルギーを水車を回転させる運動エネルギーとするものである。水車は高い圧力が加わっている取水口部分と圧力の低い放水口部分との間に位置し、通常はダムの基部に設置されている。水車の入り口部分は螺旋状に形成されているケーシングとなっており、何枚ものガイドベーンはランナに対し接線方向に水を流入させる。 流水はランナの羽に作用し、ランナを回転させる。ガイドベーンは使用水量に応じて効率的な運転を行うよう、回路を調整することができる。ランナを通過している水は軸中心部に向かうにつれ、さらにランナに作用するようになる。これはボールに紐をつけて振り回したとき、紐が短ければボールがより早く回転するということを想像すると理解しやすい。 この特性は、水の圧力に加え、水車が内側に向かって流れる流水のエネルギーを利用するのを支援している。水は、コーヒーカップ状のランナーに作用した後、運動エネルギー並びに位置エネルギーが極小となり、渦もなくなった状態で排出される。水車出口には、水を減速させ運動エネルギーを回復させることを、特に考慮して形成された水出し管が接続されている。 ケーシング大型のフランシス水車は可能な限り高い、効率点で運用するため、各々の設置箇所ごとに設計される。こうしたフランシス水車は、使用水量が大きい、低落差から中落差での使用に適している。設計、製造、導入のための初期費用は、高いが長期間の運転が実証されており、三居沢発電所に1910年に導入された、 ホイト社製のフランシス水車は2019年現在も稼働している。発電用水車としての利用に加えて、用水発電所ではポンプとしても利用される。深夜など電力需給に余裕がある時間帯に水車をポンプとして運転し、貯水池に水を蓄えておき、昼間、電力需要がピークを迎える時間帯にその水を利用して電力を発生させるというものである。このように、 効率の高さと有効落差や使用水量に対し柔軟に対応できるため大型の発電所向けからマイクロ水力発電向けの小型かな製品まで幅広い種類が製造されている。ありがとうございます。